川越まつりは川越氷川神社の秋の例大祭である。寛永16年1639年、川越藩主となった松平信綱は老中として幕府の中枢にあって政治に大きな力を持っていた。川越においても信綱は城下町の町割りを整備するとともに、慶安元年1648年、みこし、獅子頭などを氷川神社に奉納して祭礼を執り行うように命じ、出汁を組み立てる菊組が各町内で始まり、町内の土蔵に預けてあった出汁の部材を年行事と呼ばれる祭り当番の人たちと飛びの人たちによって受け渡されていく。氷川神社の神職を招いて開所開きの神事が行われる。神社のお札は引き出しの折り出汁に取り付ける。かつて祭礼のリーダーは大店の旦那衆であった。信綱が川越を城下町として整備し、川越街道の整備や新河岸川の舟運を開設した。川越は西武蔵最大の物資の集散地として栄え、大店が軒を連ねるようになった。江戸の華やかな文化が流れ込み、川越は小江戸と呼ばれるようになる。Thank you.